じじ。俺の母親は物理攻撃はおろか、毒や武器を使っても倒せない。そこで俺は半信半疑ではあるが、呪いを頼ってみることにした。絶対お母さんを呪ってやる。なんだか寒気がするわ。あったかーい。くそ、呪いも効かないのか。坊や、呪いをかけたいのかい。あんた誰。私は黒魔術師、呪いをかけるプロさ。なんかうさんくさいな。呪いを教えてあげるからここに来なさい。それじゃ。おい、ちょっと待って。試してみる価値はありそうだな。ここかな。あら、いらっしゃい。本当に呪いを教えてくれるの。これを食べなさい。なんだこれ。それを食べれば呪いが使えるようになるよ。だけどその代償として。これで呪いが使えるのか。試してみなさい。ただいま。いでよ、自爆に。あら、なんか急に体が重くなったわ。イエーイ。すごい、お母さんにはあの自爆霊は見えてないのか。疲れてるのかしら。ハーゲンダッツでも食べよう。よいしょ。あー、こっちこっち、こっち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 。あれ、なくなってる。あんた何がおかしいのよ。あれ、体が動かない。少し休んだ方がいいんじゃない。マッサージでも行ってくるわ。今日もすねのマッサージでよろしいですか。今日は全身よ。最近体が異様に重いの。よいしょ。かしこまりました。力加減はどうですか。気持ちいい。全然効かないわ。もっと強くやって。かしこまりました。もっとよ。もっと。気持ちいい。全然効かないじゃないの。もう二度とこんな見てこない。今日は僕の一日ルーティンを紹介するよ。まずはご飯を食べます。おいしい。次は学校。おはようございます。はい、空気を通した生物同士の関わりで人は呼吸で体に酸素を取り入れ二酸化炭素を出してる。正解だ。ありがとうございました。家に帰るよ。家に帰ってきたらマッハで宿題を済ませます。楽勝。寝る前のお風呂も忘れずにね。なんでこんなにできるかって。僕天才ですから。動画がバズってるぞ。ヤネちゃん TikTok 見たわよ。聞く。トラブルとかも怖いし、もうやめなさい。ヤネスケくんですか。ラジバンプロダクションのハワイです。よろしくお願いします。よければ事務所に入っていただけないでしょうか。案件もたくさんあります。お母さん頼む、入れさせてくれ。本当に大丈夫なんですか。我々が面倒を見ますので。それに今なら500万円の CM 案件も来てまして。ヤネちゃん TikTok 頑張りなさい。おう。今日は CM 撮影だよ。はい、どうぞ。うわぁ、すごいなぁ。ヤネスケさん、あります。よろしく。超人気 TikToker の周一郎さんじゃないですか。よっしゃ、一緒に CM 撮影頑張ろうね。はい。お腹が空いたなぁ。そんな時はこれ、バカの食パン。ありがとう。美味しくて、あちゅ。コラーゲンとビタミンとカルシウムと青酸カリと乳酸菌と硫黄がたっぷり入ったバンクラッシュのパンだよ。ヤネスケ君、サコ。だって僕
天才ですから。拒絶。余計なものしか入れない。バンカの食パン。拒絶。はい、撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。屋根助くん、気をつけた方がいいよ。なんでですか。キャラ作りすぎるとどんどん疲れちゃうよ。いや、でも楽しいので大丈夫ですよ。ならいいんだけどね。じゃあね。諸君、入学おめでとう。ペンはロケットランチャーよりも強し。ペンはロケットランチャーよりも強し。この学校は世界を変えるために天才を詰めている。それがこの私立天才中学校の理念だ。そして成績トップの優秀者のみが生徒会長として学校の規則を自由に書き換える制度を持つ。生徒会長。諸君、天才としてこの学校生活を楽しむよ。よろしく、僕ゆうと。君は。屋根助、よろしく。ねえねえ、一緒に部活の体験練習行かない？え？よし。物理法則にのっとった x イコール 3y 事情の曲線をきれいに描いてるね。バーカ、それを言うなら x の事情 3y プラス俺の気合だろ。みんな頭もいいし楽しいな。一緒にバスケ部入ろうよ。うん、もちろん。行くちゃん、すごーい。あの子はきりみちゃん。勉強もスポーツもできる人気者なんだ。好きだ。え？その日から俺は授業中も真面目に勉強し、バスケ部の練習に精一杯取り組み、いた。放課後は友達と目一杯遊んで。大丈夫？大丈夫？ほんとゲームばっかりやって。忙しいながらも日々の生活を楽しんでいた。ねえ、あんた聞いてんの？ねえ、ねえ、姉ちゃん。本日は中間テストだ。それでは始め！俺は天才、こんなの楽勝だ。前回の中間テストの順位を発表するぞ。な。そして1位の君、おめでとう。君が生徒会長だ。嘘だろ、しかも君ちゃんが1位。君ちゃんおめでとう。校則どうするの？君は頭の悪い人が嫌いだから、最下位の人から退学にさせれば。そうだね。よし、わかった。校則は絶対だ。じゃあ最下位のアホ太郎は退学だ。へえ。早く出てけ。はい。そして根助、お前も気をつけろよ。ま、小学生だとこの順位が限界か。くっそー。トキワシティってどこだろう。あれ、チックショー充電切れだ。これもダメか。そうだ、ピカピカ。あ、充電器ゲットだぜ。おいサトシ、いい度胸してるな。少しは我慢してくれよ。うわ、交通費500円もかかんのか。どうしよう、お金ないな。いいアイデアだ、乗った。高速充電無料で行ってます。いかがですか？ピッピカチュー。お願いします。どうぞ。ありがとうございます。ピカチュウ10万ボルトだ。ゆきち、ゲットだぜ。ピッピカチュウ。おい、この寂しい。おい、ピカチュウ、助けろ。ピカチュウ、ピカチュウ、おい、ピカチュウ。おい、サトシ、今日の飯は？今日は極上のワザマシンを持ってきたぞ。破壊光線だ。またワザマシンかよ。じゃあ何が食いたいんだよ。うな重。魚が食いたいのか。
あ、コイキングだ。ピー、今日の晩飯は決まりだ。ピカチュウ10万ボルト、ピッピカー、ピー、いけ。くそー、まだダメージが足りないようだな。まだ足りねえか。おい、さすがにそれはやりすぎだ。どうだ、こいつもう死んでるぞ。てめえよくもやってくれたな。タイムタイムタイム。何その荷物。東京のお土産よ。あと何かあった時のためにアサルトライフルと金属バットと日本刀と。見物は持ち込み禁止ですのでこちらで処分しますね。渡しなさい。いやよ、渡せ。いやよ、渡せ。何よあんたも。何よあいつ。それお土産じゃ。お腹すいたから食べんの。現在高度1万キロメートルの高さに到達しました。異常は特にありません。キャー、異常しかないぜ。キャー、まさかハイジャックか。おとなしくしておけよ。今からこの飛行機を墜落させる。なんだって。あんた口臭いのよ、触んな。いい加減にしろよ。お前らぜ、ミラゴラスだ。何か武器は。ダメだ、飛行機が壊れちゃう。おいガキ、何撃ってんだおめえ。クソ、どうすれば。せっかく気持ちよく寝てたのに。うっさいわね。よかった。